三式砲戦車ホニスリーは第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の砲戦車。ホニスリーは姿勢一式 7cm 半自走砲に対して出された砲戦車加改良案から1943年より 7cm 半砲、戦車ホリーとは別車両として開発された。当初より対戦車戦闘を主眼に置いて開発された日本初の砲戦車で、 本土決戦時には3式中戦車チヌと共に運用することになっていた。開発開始時期は1944年6月という説がある。また構想そのものは1940年頃6月頃には自走式対戦車火砲の案の一つとして存在していた。車体は97式中戦車地派のものを流用したが、車体左前方に 装備されていた97式車載重機関銃は撤去されている。一式7トル半自走砲とは異なり、密閉式の戦闘室を七角形に設けており、戦闘室は大型化して両端が少しはみ出ている。一見すると、砲塔のようにも見えるが、固定戦闘室なので旋回はしない。手法は、一式7トル半自走砲の搭載する。 九十式夜砲をさらに改造した三式七センチメートル反戦車砲を搭載。本砲は水平社会が左右十五度ずつに拡大され、直接照準用の調整が追加されている。装甲は車体正面が追加装甲により五十ミリメートルに強化されている。ほか、揺らか棒立てが四ミリメートルから十二ミリメートルへ、副棒立てが十二ミリメートルから二十五ミリメートルに。 それぞれ強化されている。1944年から量産が開始され、約60から100量が生産されたものの、一式砲戦車と異なり本土決戦のために温存されたため実戦には参加しなかった。終戦後、集積された戦車第4師団の三式中戦車と三式砲、戦車三式7センチメートル半戦車砲の装甲貫鉄能力の数値は、 射撃対象の走行板や実施した年代など、試験条件により異なるが、通常の一式鉄鋼弾を使用した場合は、射距離1000メートル、約70ミリメートル、500メートル、約80ミリメートル、タングステンクロム鋼弾の特攻を使用した場合は1000メートル、約85ミリメートル、500メートル、約100ミリメートルであった。一式鉄鋼弾は、 気象金属の配給上の問題により、クロム1%パーセ0.2%、多少量のニッケルを含有した、高炭素鋼を使用したアメリカ陸軍の鉄鋼弾と異なり、炭素0.5から0.75%を含む、鋼を作出して成形、炭型へ加工後に、熱処理で硬化して、作薬を充填したものを用いていた。また、1945年8月の、 アメリカ急陸軍省の情報資料においては、路角した90式野砲の走行貫鉄能力の数値は一式鉄鋼弾を使用し、衝撃角度90度で命中した場合は射距離1500ヤード2.4イン、1000ヤード2.8イン、750ヤード3.0イン、500ヤード3.3イン、250ヤード2.4インとなっている。 対戦者火器に関する意見国立公文書館アジア歴史資料センターレフ140億1088万2711ページ帝国陸軍戦車と砲戦車学習研究者2002年1月20日ワイド折り込み月刊、丸2019年9月号別冊第二次世界大戦日本陸海軍兵器オールガイド塩、処防光人新車 六十八ページ。佐山ま郎、日本陸軍の加方不評法対戦車法ほか、p 四百八十九。ジャパニーズタンクアンドアンティタンクオーフェア http コロンスラッシュスラッシュ u s a c a c アーミードットミルスラッシュ cac2 スラッシュ cgsc スラッシュカールスラッシュ w w i i s p e c スラッシュ number34.pdf。 ありがとうございます。